花輪林は、秋田県和野市花輪の祭り、毎年8月19日20日に行われ、和野市の夏の終わりを告げる行事となっている。また、日本三大林の一つに数えられている。和野市の代表的な民族芸能であり、1978年2月14日、秋田県無形民族文化財に指定された。さらに、2014年3月10日には、 花輪祭りの屋台行事として、国の重要無形民族文化財に指定されており、2016年11月30日には、山、保護、屋台行事のうちの一件としてユネスコ、無形文化遺産に登録されている。2017年の入れ込み客数は26万人。数野市の中心市街地である、花輪地区の総鎮守、幸いなり神社の祭典であり、1204年の 創建時から続いていると伝わる。ただし、幸いになり神社は南部藩主により1470年に再建されており、それ以前にあった火災で文献資料が消失しているため、正確な起源や歴史的背景は不明である。林の起源は平安時代末にまず笛による曲が形成され、後に太鼓や鐘、三味線が加わったと考えられている。また、祭りが 現在のような形となったのは、新名社におけるみこしの購入記録より、江戸時代の末期と考えられている。船城元町、船場町、新田町、六日町、八千田町、大町、旭町、新町、横町、組邸の十町内の屋台が参加して実施されている。祭典は8月16日、みこしが大太鼓と共に、幸いなり神社本殿を出発し、 町内を一巡して、お旅所に安置される時点から始まる。以下は8月19日から20日未明にかけて行われる、花輪林の大まかな日程である。各屋台は、腰抜け屋台といって、屋台の底に床がなく、演奏者は、屋台の動きに合わせて歩きながら演奏している。また、かつて豊作の年には、腰抜け屋台の他に2階建ての、本屋台も登場したが、 現在は保存されていない。花輪林の代表曲は、現在、本林、日本滝、右辺境、かっこ霧林、矢車、吉原号子、拳林、富士殿、祇園、追込、みゃぎりの12曲が伝承されている。特に代表曲の本林は、更新曲風で郵送で聴く人を魅了する。 各町内の町境では、両町内の外交部による挨拶が交わされ、これがパレードの進行方向にある林の町内へと屋台が進む際の通行許可となる。一方、町境では通常の挨拶以外にも様々な催しが行われている。近年では駅前へ集結するパレードが19日と20日の2日間行われているが、この際に花輪商店街通りと 和ズ花輪駅の駅前広場に向かう道との交差地点において、大町、新町、朝日町の山頂の屋台が三つどもえに近接し、林の共演を行う様は見どころである。また、20日の午前0時頃に始まる朝詰めパレードの際には、八千田町と六日町の町境で実際に屋台をぶつけて、押し合いどちらの屋台が町境を越えたか争うのが恒例となっている。 以前は、八田町の屋台の未定部に、金網が張ってあり、演奏中歩行しなかったが、2017年度に、実施された、同町内の屋台修理事業の際に、金網が取り払われ、他町内と同じく、腰抜け屋台となった。花輪祭りの屋台行事が、ユネスコ無形文化遺産に登録されました祭りを、楽しむ花輪林の歴史、花輪林の歴史、花輪林屋台修理事業、 八千田ちょを外し、腰抜け屋台へ町境の挨拶。ありがとうございます。